英雄伝説ゼロの奇跡、はい、こちらを実況していきたいと思います。はい、皆さんおはこんばんちは、ダンデロ社長のアナベルクナウです。先週までの実況の方で英雄伝説空の奇跡さんサードの実況の方が終わりましたので、今回からは、こちら英雄伝説ゼロの奇跡回を、実況していきたいと思います。新版です。画面切り替えますね。はい。で、なんか、今回、なんか、このゲームは、なんか、他のことすると、操作が切れちゃうみたいですね。気をつけないと。はい。まあ、というわけでですね、こちら、まあ、奇跡シリーズ、まあ、英雄伝説シリーズというのは言わず、まあ、奇跡シリーズと言いましょうか。まあ、奇跡シリーズの第4作目ということでですね、まあ、自分もプレイした作品の、まあ、登場人物というか、の一人でもあるね、ロイドが主役の物語ということで、楽しみにしております。舞台が、まあ、空の奇跡の方はリベール地方だったのが、今回はクロスベルが舞台ということでね。さあ、どんな物語なんでしょうか？やっていきましょう！ニューゲーム。待って、コントローラーがおかしい。操作か、逆だ。ここだけ逆にしたい。ね。OK。では、ニューゲーム。まあ。時間のない方や初心者向け。時間のない方なんだよな。まあ、ノーマルでいきま、いや、ノーマルでいきましょう。どうだ、ティオ。音ある？あるね。悪い予感が的中です。時、空、幻、上位三属性が働いています。東野総員と同じですね。そう、やっぱりどうやらこの先は一筋縄ではいかないみたいね。ってことは、あの得体の知れない化け物どもが徘徊してるってことか。やれやれ、ゾッとしない話だぜ。そうか、わかった。当然、敵による待ち伏せもあるはずだ。みんな、気を引き締めていこう。はい。こういう始まり方のね。なるほど、なるほど。平均レベル40。まあ多分これは本編やっていた時に、そのうちここにたどり着くんだろうなっていう感じですかね。うん。こっちもあれか、アクションか。いや。さて、普通に戦闘もあんのかな。さてと行きます。よっしゃ。あ、ハイスピードモードがある。よし。これはいろいろサクサクできそうですね。あ、この、ここ探索してもしょうがねえか。セイト！ここは。ここがどこを歩いてるのかもよくわかんないよね。地の底に続く縦穴、なんて大きさなのかしら。ここからの目測だと深さ500アージュってところか。やれやれ、こいつは骨が折れそうだぜ。ブルボイスで安心したよね。奇跡シリーズめっちゃ文章読まされるから。どうした？大丈夫？真っ青な顔してるわ。問題ないです。ただ
昔いた場所のことを少し思い出してしまって。昔いた場所、そうか、共和国の西端にあったっていう連中の拠点のことだな。はい、多分この縦穴は煉獄に続く黄泉寺を見立てて建造されたんだと思います。エイドスを否定する概念としての悪魔に近づき利用するため、そして彼らに供物を捧げる儀式を執り行うために。最低の連中ね。はっ、道理で神器臭い匂いがするわけだ。だったら俺たちの仕事は一つだけだ。俺たちの道を開いてくれた人たちのためにも、そして俺たちの帰りを待っているあの子のためにも、その神器臭い幻想を叩き壊して日の光の下に引きずり出してやる。もう誰も辛くて悲しい思いをしなくて済むように。ロイドさん、たく熱血野郎と言いたいところだが、ま、今回ばかりはそいつに一口乗らせてもらうぜ。私も乗った。敵は全てを影から操っていた得体の知れない雲のような存在でも、今の私たちならきっと届くことができるはずよ。はい、絶対に負けません。よし、それじゃ行こう。クロスベル警察特務支援課所属ロイド・バニンクス以下4名、これより事件解決のため強制潜入捜査を開始する。見つけて。あ、ここでプロローグ終了。ほうほう、あー、いいね。ここは雰囲気。そっか、そうだった。おじさんたちに挨拶して荷物を送ってから列車に乗って、それであなた大丈夫？目が覚めたようじゃな。うなされておったが、どこか具合でも悪いのかね。いや、ちょっと寝不足だっただけで。なんだか変な夢を見ていたみたいだ。変な夢か。もしや色っぽい女子どもに迫られてあたふたする夢でも見てたかな。いや、そんないい夢じゃなかった気が。もうおじいさん、若い人をからかっちゃダメですよ。そうだ、眠気覚ましに冷たいレモネードでもいかが？凍らせたものを水筒に入れて持ってきているの。それじゃありがたく。はあ、ごちそうさま。冷たくてすごく美味しかった。お粗末様。しかしその格好、帝国人ではなさそうじゃな。やはりクロスベル出身かね。しばらく外国で暮らしていたんだけど、戻ってくることになったんだ。そういうおじいさんたちもやっぱりクロスベル出身？もう共和国方面を旅行してちょうど戻ってきたとか。とかとか。しかしそういうことなら、今のクロスベルを見たら驚くかもしれんな。そうですね、ここ 2,3 年で街並みも結構変わってしまって。やっぱりそうか。実は最近何度か列車でクロスベル市を通り過ぎたんだけど、ずいぶん背の高い建物が建つようになったみたいだね。もともとクロスベルは大陸有数の貿易都市の一つじゃ。金融業も発達していたため、諸外国から皆が集まりやすい傾向にあったのじゃが、一昨年の不戦条約以来、その流れが加速したようでな。莫大なミラの投資対象として、デパートやらオフィスビルやらが次々と建てられているのじゃよ。いろいろ便利になった
ったのはいいけれど、少し目まぐるしくなったわね。誰もがみんな時間とミラ儲けに追われるようになったというか。あら、ごめんなさいね。せっかく帰ってきてくれたのに。悪いこと言ってしまったかしら。ね、国が発展するといろいろありますからね。手紙でいろいろと聞いているし、それにどんなに変わったとしてもクロスベルはクロスベルだから。そう、うん、若いのに分かっとるな。それに引き換え最近の政治がどもときたら、やれ帝国派だのやれ共和国派だの、生き物争いばかり繰り広げおって、うん、もはや信頼できるのはマクダイル首相しかおらんわい。おじいさん、おじいさんごめんなさいね。この人と来たら政治の話になるともう我を忘れてしまって。いや、勉強になるよ。外国でもクロスベルタイムズは取り寄せていたんだけど、実際に話を聞いてみないと本当のところはわからないから。お前さんもクロスベルタイムスの愛読者だ。多少ミーハーなところもあるが、なかなかいい記事を書く雑誌じゃろ。もう少し自治州行政の問題点に突っ込んでほしいところだが。なるほど、やっぱりいろいろあるみたいだね。のの顔など見たくもないし、とっとと支度をするとしようか。そうだね。あれから3年か。セシルネイトは何度か動力通信で話してるけど、兄貴、セシルネ、俺やっと帰ってきたよ。クロスベルにみんなで過ごしたあの街に。生きてるその意味を探し続ける、それが生きることさ。
序章特務支援か。このゼロの軌跡は、先週までやっていたソロの軌跡さんサードの、だいたい2ヶ月後から始まる物語のようで、一応その時系列的には英雄伝説千の奇跡の一作目とほぼ同じタイミングということですね。まあ、こっちとゼロの奇跡が1204年1月からの物語なんですけど、千の奇跡の方は1204年の3月からということで、このね、まあ2ヶ月後に千の奇跡の物語が始まるっていう感じですかね。ペンとか始まりでいた時ってこんな雰囲気だったっけか。結構前だからあんま覚えてねえな。へえ、うわぁ、ずいぶん様変わりしたな。デパートなんか完全に新しくなってるし。あれ、そっちの建物は去年オープンしたばかりのオーバルストアじゃよ。最新の動力製品から動力車まで扱っておる店舗でな。帝国製、共和国製、リベール製、エプスタイン製、すべて扱っておるぞ。はあ、大したもんだね。それに結構車も増えたみたいだ。3年前はほとんど見かけなかったんだけど。お金持ちにしか縁がないものだとは思うけど、動力バスの本数が増えたのは正直ありがたいわね。南にある病院方面なんか30分ごとに走っているのよ。へえ、それは便利になったね。そうか、3年でそこまで変わったんだ。基本的にはいい街みたいなね。ここまででクロスベルは就職先に顔を出すんじゃろ。な、うん。せっかくだから家まで運ばせてもらおうと思ったけど。あらあら、ダメです。それはさすがに。せっかくの初出勤、四国でも人が良すぎだろ。さあさあ、何事も始めが肝心じゃ。確かにそうだね。しかし戻ってきたばかりで住むあてはあるのかね。東通りでよければ下宿先は紹介できると思うが。ああ、気持ちはありがたいけど、寮が用意されているらしいんだ。送った荷物もそちらに届いているはずだよ。ああ、そうじゃったか。私たちは東通りの外れの方で暮らしているの。いつか縁があるかもしれないね。ことがあったらいつでも頼ってらっしゃいな。うん、ありがとう。落ち着いたら挨拶に伺わせてもらうよ。あ、しっかりな。それじゃあまたね。あれ、あの雑居ビルちゃんと残っていたんだ。確かクロスベルタイムズが入っていたはずだけど。懐かしいけど、この街並みじゃ浮いてるよな。確かに。さてと、そろそろ時間だ。ロイドのところは話が早い。ロイド・バニングスとのクロスベル警察本部特務支援課への配属を命ずる。
指定日時に警察本部へ出頭せよ。クロスベル警察人事課。特務支援課。警察学校のカリキュラムじゃ聞かなかった名前だけど、まだ制服も受け取ってないし、どういう部署なんだろう。まあいい、とにかく行けばわかるよな。さすがに警察の場所までは変わってないだろうし。よし、初出勤と行きますか。とにかくロイドはなんかシリーズの主人公の中でもとにかく最も主人公臭いというか主人公らしいというか。理想の主人公を絵に描いたような人物だと聞いております。まあ、クロスベル警察。プロローグのあのね、熱血っぷりも、それっぽいよね。今日から俺の職場になるんだな。さてと、まずは受付に挨拶しておこう。ちゃんと礼儀ができている。トンファーね。はいはい。ちょっと思ったのがね、ボイスちょっとトークして、BGM 下げましょうか。こんにちは。ようこそクロスベル警察へ。どのようなご用件でしょうか。いや、今日からここで働かせてもらうことになったロイド・バニングスと言います。どうかよろしくお願いします。あ、そうだったんですか。嬉しいです。一緒に働くお仲間が増えて。あれ、でも、おかしいですね。今日新人の方が来るっていう連絡は受けていないですけど。その警察本部じゃなくて警備隊の方ではないですよね。いえ、警察本部で間違いないと思います。一応警察学校の方で捜査官の資格をもらいましたし。え、捜査官試験に合格されているんですか。すごいですね。新人の方では珍しいですよ。新人で取ってる人いない、あんまりないんだ。運が良かっただけですよ。じゃあロイド優秀なんじゃん。それに今回試験を受けたのは自分だけだったみたい。競争率は低かったのね。またまた謙遜しないでくださいよ。でもおかしいですね。だったらこちらにも連絡が来てるはずですけど。あの、どちらの部署に配属される予定なんですか。はあ、それが特務支援課っていう部署らしいんですけど。特務支援課？あれれ？そんな部署ありましたっけ？あの、ないんですか？ちょっと待ってください。どこかでその名前を聞いたことがあるような、ないような。おお、来やがったか。フラン、うちは俺が引き取ろう。うちの新人なんでな。えわ。なるほど。警部が立ち上げた新部署の名前だったんですね。ああ、よろしく頼むわ。ま、半年も経たないうちに亡くなってるかもしれんがな。特務支援課課長、セルゲイ・ローだ。うん。お前がロイドか。はい、ロイド・バニングスです。クロスベル警察特務支援課への着任を報告させて。ああ、それはまだいい。ね、着任報告をするのはまだ早いと言っている。ついてこい。
他の連中を紹介しよう。なるほど、まとめてたもんね。え、あ、ちなみにあのセルゲイさん、始まりの奇跡で声優さんが小山力也さんになってましたね。まあしょうがないんだけど。いろいろ大変だとは思いますけど。なるほど、もともとはこちらだったか。大丈夫ですよ。はあ、激しく不安だ。あら、おっと、おいでなすったようだな。はあ、待たせたな。こいつが最後のメンバーだ。おい、自己紹介。あ、はい。あれ、先輩にしては顔ぶれが同じ新人。あ、いや、それにしたって若すぎる子もいるような。おい、どうした。名前と出身だけでいい。すみません、ロイド・バニンクス、ここクロスベル市の出身です。しばらくの間外国で暮らしていたんですけど、この度警察に入るにあたり戻ってくることになりました。これからよろしくお願いします。おお、真面目だね。おいっす、俺はランディ、ランディ・オルランドだ。趣味はナンパ、ギャンブル、グラビア雑誌の鑑賞ってところだ。後でお前さんには俺の秘蔵コレクションからとっておきを貸してやるよ。はじめまして、エリー・マクダイルです。あなたと同じクロスベル市の出身です。よろしくお願いしますね。どうも、ティオ・プラト、デマンジ地州から来ました。よろしく。よろしく。セルゲイ課長。ん？なんだ。特務支援課というのは一体どういう場所なんですか？その自分も含めて随分若い顔ぶれのような。ま、いろいろあってな。ちなみに全員お前と同じく期待のルーキーばっかりだ。気楽でいいだろう。はあ、いいのかしら。ま、口やかましい先輩がいないってのはありがたいね。なんだこの状況。なんだか無性に不安になってきたぞ。こちらセルゲイ。おお、ご苦労さん。でもまあ、この特務支援課のために集められたメンバーってことかな。じゃあ精鋭かな、きっと。そんなものまで実用化されているのか。ねえ、了解だ。それじゃあ後始末の方は任せてくれ。よし、喜べルーキーども。この特務支援課がどんな仕事をするのか、これから素敵な場所でじっくりと体験させてやろう。ここは駅前通りの外れ。一体何があるのかしら。後始末とか言ってたが、まさか資材を片付けろとか言うんじゃないだろうな。ここから先はクロスベル市の地下に広がるジオフロント区画になる。今からこの中に潜ってもらう。潜るって。おいおい、どういうことっすか。お前たちの総合能力および実践テストのためだ。ジオフロント内部はそれほど手強くはないが、魔獣の類が徘徊している。それらを掃討しながら一番奥まで行ってもらおう。なるほど、実践テストか。ま、それなら気が楽かね。ちょっと待ってください。テストはともかく、どうして魔獣の徘徊する場所にわざわざ入る必要があるんですか。警備隊じゃあるまいし、捜査官の仕事じゃないですよね。確かに普通は捜査官の仕事じゃないだろう。だが
特務支援課に所属するメンバーは話が別だ。え？詳しい説明は後だ。まずはこいつを受け取れ。早い。新型の戦術オーブメント。ずいぶん洒落たデザインだな。第5世代戦術オーブメント、エニグマってやつか。通称エニグマ。ようやく実戦配備ですか。ああ、財団の方から先日届いたばかりの新品だ。お前たちの適性に合わせてすでに調整もされている。使い方はティオ、お前がレクチャーしてやれ。面倒だけど了解です。新型用のクォーツはありますか。ねえ、少ないが受け取れ。それと肝心のこいつだ。はいはい。それじゃあ一通り魔獣を相当したら本部に戻ってこい。細かい話はその後してやろう。おっと、ついでにこいつも渡しておくぞ。捜査手帳、戦闘手帳。捜査手帳にはゲーム中で起こったさまあ、勝手に進んじゃう。いいか。大体似てない様子でしょう。はいはいはい。OK。ちょっと課長。ねえ、それドロイド。とりあえずお前、リーダーな。え？今のところ、捜査官としての正式な資格を持っているのは、お前だけなんだよ。そんじゃ任せたぞ。なるほど。